アニタオデイはアメリカ合衆国出身のジャズ歌手。ハスキーボイスと個性的な歌い方から生まれるメリハリの効いたスイング感が特徴。クリス・コナー、ジューン・クリスティラと並び、スタン・ケントン・オーケストラが輩出した女性歌手の一人であり、1950年代から1960年代に成功を収めた。薬物に絡んだ荒れた行状や、 薬物仕様の権利での投獄のため、ジャズ界のイゼベルの異名を取ったが、本人はこの呼び名を嫌っていた。父親とは1歳の時に性別。母親に育てられるが、母親は兄たに無関心だった。14歳の時、ウォーカソンに参加したのをきっかけに、プロのウォーカソン競技者として、数々の大会に参加、小遣い稼ぎとして、歌を歌ったり、ダンスをしたり、写真を売ったりした。 この頃、自らの性をオデイに変えた。オデイは、アニタが欲しかったものを意味するスペイン語のスラングである。2年間ウォーカーソンのサーキットを渡り歩いたアニタは、保護士に補導され強制送還、復学させられることになり、日中は通学、夜はアップタウンシカゴのタバーンで歌うという生活が始まる。1939年、ダウンタウンシカゴのクラブに雇われ、クラブシンガーとなり、 好評を博す。1941年、評判を聞きつけたジーン・クルーパは、自らの楽団の専属歌手として、アニタを雇う。同年、ロイ・エルドリッジと共に歌った、レッド・メオ・フ・アップ・タウンなどがヒット。同年、ダウン・ビート氏はアニタを、ニュースター・オブ・ザ・ヤーに選出する。1942年には、ダウン・ビート氏が行った、優れたバンド歌手を選ぶ、人気投票により、 アニタは4位に選ばれる。しかし1943年、ジーン・クルーパがマリファナ所持の疑いで逮捕されたことをきっかけに、楽団は解散。アニタは1年に満たない期間ウディ・ハーマン楽団へ身を寄せる。1944年には、スタン・ケントン楽団の専属歌手となり、アンド・ハー・ティアーズ・フラド・ライク・ワインをミリオンヒットさせるが、数ヶ月で退団。 再結成されたジーン・クルーパー楽団にへ戻る。1945年、ダウン・ビート氏はアニタをベスト女性バンドボーカリストに選出。1947年、彼女と彼女の夫、カール・ホフがマリファナの所持で逮捕され、実刑判決を受けた。アニタは貧困法制により45日で釈放。1950年代初頭から音楽プロデューサーのノーマン・グランツのもと、 フレフレコード、ノーグランレコード、バーブレコード等と契約、次々とアルバムを発表する。1958年には、ニューポートジャズフェスティバルに出演。映画、真夏の夜のジャズにその時の様子が収められている。1963年12月には、初来日、大阪市梅田のクラブ、アローに出演。12月30日に、TBS のスタジオにおいて、 客なしのライブを実施。その時の様子アー後に、レコードで発売された。1966年、ヘロインのオーバードースで生死をさまよったアニタは、ヘロインから抜け出る決心をするが、反動で、アルコール中毒に陥り、中毒から脱却するため一時活動が停滞。1970年にベルリンジャズフェスティバルにて、カムバックを果たす。1972年、 友人の協力で、レーベル、アニータオデーレコーズを設立するほか、マンハッタンに、中古レコード店を開くなど、70年代には、事業の展開を試みる。1981年には、自助伝、ハイタイムズ・ハードタイムズを出版。二度の離婚、薬物中毒、楽屋での打題などを赤裸々に語った。1985年には、カーネギーホールで、 デビュー50周年を記念するコンサートを開催。90年代以降も、精力的にライブを開催。ライブ音源は、パブロレコードなど様々なレーベルから発売された。2006年、ニューアルバム、インディストラクティブルを発表する。同年11月23日、肺炎の治療のために、ロサンゼルスの病院で過療していたが、睡眠中に心不全で87歳の生涯を閉じた。 告別式はサンタモニカのハリウッドフォーエバーセメッテリーで執り行われた。2006年当時、彼女はアルツハイマー病であったとされる。ハスキーボイスで一般的なビブラートをほとんど用いない。幼い頃に受けた扁桃摘質手術の際、医師が口外水を切除してしまってから、ロングトーンやビブラートをかけられなくなった。その代わりに音を断続させて歌うスタイルを編み出し、 これは彼女の歌唱の最大の特徴になった。ジャズ評論家、レナード・フェザーは、アニタの歌唱法を音符を切れ切れに歌うホーンライクなスタイル、ヒップでハスキーなサウンドと評した。1981年のニューズウィークには、チャールズ・ミチェナーの次のような記事が掲載された。彼女の声のダイナミックレンジはおそらく他のどの歌手よりも狭いだろう。ブロッサム・ディアリーを除いてだが、 しかし、柔軟性があって、自在にスキャットしたり、スライドさせたりできる。スピード感があってまるで猫が巻き舌でミルクを飲み込むように似ている。生前アニタは、自らお歌手ではなく、ソングスタイリストであると発言している。アニータオデーディスコグラフィーを参照のこと、ありがとうございます。